まあ、そんなめっちゃ長くはできないんですけど、少しやろうと思います。またありがとうございます。こんばんは。ご飯食べてお腹いっぱいです。お疲れ様です。ちゃんとした服着てる。これは前トーク会で着たやつです。いつだったか忘れちゃったけど、こんばんは。ご飯はね、魚とお肉とか食べました。デザートは梨食べてない。今日はね、梨食べるタイミングなくて食べてないですね。あ、お水置いてきた。まあいいや。組んだのにどっかに置いてきてしまいました。うなぎ食べるの？いいな。うなぎ美味しいよね。うなぎは一年中食べたい。そう、梨でも今日食べれなかった。だから明日食べます。ハートありがとうございます。あー、アレルギーね。アレルギー、私果物はアレルギーがあったりするから、ね、ハートありがとうございます。久しぶりです。今からスーパー行って、あ、気をつけてください。いいね、さつまいも天ぷら。私はたまに酸っぱいのある。そう、フルーツはね、わかんないんだよね。こう、何美味しいのとか、まあ結構ブランドついてるやつがあったら、まあ美味しいんだけど、大体。でも今回もらったやつはね、一個食べたけどめっちゃ甘くて、結構なんか渡すの遅くなっちゃったらしかったから、完全にもう甘い状態で、逆に早く食べないと腐ったら嫌なのでね、1日1個食べれたらいいなと思います。はい、ありがとうございますね。当たり外れ激しい。こんばんは。でもね、梨も美味しいんだけど、シャインマスカットをね食べたくて、でもいつもね買おうかなって思うんだけど、高いんだよね。そう、めっちゃ高いからいつもね買えない。そうそうそう、買えずに終わっちゃいます。びっくりした。風、ありがとうございます。こんばんは。もう1000円とかしない？ 1000 円とか800円とか。フルーツね、お高いからなかなか自分じゃ買えない。スイパラでシャインマスカット食べ放題っていう、なんか季節ごとにやってますよね。夏はマンゴーとかだった気がする。でもスイパラは何年も行ってない。最後に行ったのいつだろう。記憶にないぐらい行ってないですね。
でもあれお店でなんだそのシャインマスカット使ったケーキとかは前食べたんですけど、やっぱそのままが食べたい。ケーキとかも美味しいんだけど、やっぱそのままが食べたいな。秋だしね。ちょっと一個は買いたいなって思うけど、なかなかいつも手が出ずにいますね。普通のマスカットも好きなんですけどね、私。普通のマスカットでも美味しくないですか？でもさ、シャインマスカットが1000円とかだったらめっちゃ買うのためらうんだけど、別にコスメが1000円だったら買っちゃうんだよね。普通にコスメって考えたら買えるんだけど、なんか買えないんですよね、果物ってなったら。ね、私も種ありはね、あんまりなんか美味しいんだけどね、種大変じゃない？なんかね、なんかそうなっちゃうんだよね。柿もね、季節だから柿も食べたいんだけど、柿はまだ食べれてないですね、今年。うん、今はなしです。なくなっちゃうからかな、食べたら。ありがとうございます。ハートありがとうございます。みかんはまだ高いか、冬ですもんね。美味しいものいっぱいあるからさ、味覚が、味覚？味覚か、秋の味覚楽しみですね。でもフルーツはね、朝に食べるのが好きですね、私は。夜に食べるのも美味しいんだけど、朝の方が好きか。栗も季節ですね。栗ありがとうございます。うん、缶詰か、缶詰あんま食べない。冷凍フルーツはたまに買う。何色って言うんだろう、これ、わかんない。ピンク？ピンクみたいな、くすんだピンクみたいな色です。これだけがサボサだな。
もうセブンさんのね冷凍フルーツ美味しい。こんばんは。金木犀か、まだ嗅いでないかも。私のところはまだかもしれない。あら、ありがとうございます。こんばんは。音符ありがとうございます。こんばんは。あ、私もバナナはね結構な確率でお家にありますね。バナナは買うよく。そう、今日めっちゃ涼しくて散歩したんですけど、すごい涼しかったです。もうでも夕方ぐらいじゃないとね涼しくないから、意外と日中は暑かったりしますよね。暑いな、ちょっとエアコンつけようかな。いつもねこう始まってから暑いのに気づくんですよ。やばいやばいやばい、暑かった。まだ エアコンです。あ、ね、台風がさ来ちゃうみたいな、久しぶりになんか台風が来るみたいなニュースを見て見ましたね。そっか、秋だから台風の季節だなと。気をつけてください皆さん。私も気をつけます。仕事お疲れ様です。長袖はまだ着てない、まだデビューしてない。
クリありがとうございます。気をつけてください。本当ありがとうございます。こんばんは。学校がね、あるときはいつも大丈夫かなとか、明日の学校どうなるんだろうみたいな、めっちゃ見てたけどね。今はさ、あまりね、学校がないか、仕事もあるしね。皆さんアバターわかんないんですよね、連絡が何も来てなくて。聞いてみます。懐かしいな。学校。こんばんは。あ、カントリーマーム見ました。エキマージ見たんだけどね、その時ちょっとその後用事があって買えなくて、そう帰りに買おうかなと思ったら忘れて帰っちゃったんですよね結局まだ手元にはない。見ました、普通に言ってた。こんばんは、しけんさん。そう忘れちゃったんだよね。なんかあれ、カバンを持ってってなくて、このエコバッグみたいなの持ってってなくて、ちっちゃいカバンでいたから、これ次の用事にこのまま手でこのカバンにギリ入らないそうな感じだったから、これも手で持ってくのはやばいなと思って。帰りならさ、もうあと家に行くだけだからいっかと思ったんだけど、忘れて帰ってた。私エコバッグ必要今の時代そうでもか、なんかね、袋もらうのはちょっと罪悪感が芽生えるから、袋はもらわないようにしてます。なんかね、スーパーに行くとか買い物に行くって分かってたら結構持ってくんですけど、何も買う予定なかったから何も持ってなかった。バラありがとうございます。そう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 、ちっちゃかったらいいんだけどね、グミとかのサイズだったらさカバン入るけど、さすがにねちょっとでかかったから無理だった。最後にどっきに会ったの、全員に会ったのは本当に8月
後半ぐらいですね。ですね。本当1年じゃない、1ヶ月経っちゃいそうです。栗ありがとうございます。まあ、袋はねいる時もあるんですけど、そうそうそう、家でねなるべくもらわないようにはしてる。エコバッグ、次みんなにいつ会うかもわかんないんですよ。こんばんは。劇場会も難しそうな感じかなと思うんですけどね。次皆さんに会えるのはいつでしょうか。同期にも会えるのもいつか、いつなんでしょうか。まだトーク会の服は決めてないんですよ。気候が分からなくて。ね、できるといいですね。即会も、埼玉ができなかったか。ハロウィン、ミスドのハロウィンめっちゃ可愛かった。食べてないけど可愛いな。毎回可愛いですよね、ミスドのハロウィン。いつも可愛いなって思ってる。よいしょ。ねえ、できるようにもちゃんとねお家にいます。もう始めまして相手なさすぎてね。確かに、本当ありがとうございます。服も決めなきゃ。今日料理してないですね。してない。今日は私はしてないです。ありがとうございます。もう今日も一緒です、いつもと変わりませんそう、何も変わらない、変わらないんですよ。
こんばんは。うん、尊い、ありがとうございます。でもね、早く寝たいんだけどさ。そうそうそう、でもね、寝れないの、何しても。だから結構無理やり寝るのって結構辛いじゃないですか。だからそうそうそう、早く寝るようにしたとしても体が疲れてないんですよね。そう、だから起きちゃう。でも地元の子もそんな感じの生活だったので安心しました。なんか自分だけなのかなって思ったりするけど、今はさ、大学生の代、私と同い年とかそこら辺の方って多分大学もなかったりとかするみたいなんですよ。あんまりよくわかんないですけど。だからそうそうそう、結構私とね同じ生活リズムの子とかも全然いて安心しました。なんかそうだよねって、そういうもんだよねって思った。なんか私だけこんなにちゃんとしないしてない生活してんのかなみたいな思っちゃうじゃないですか。意外とそうじゃないんですよ。寝れない時は YouTube 見始めちゃうか、まあネット見ちゃうか、まあ YouTube かな、 YouTube ずっと見てるかも。で気づいたら寝てるか、本当に寝れない時は起きてる、もうずっと起きてる。朝なんか小鳥がの声が聞こえてきたら、あ、やべえと思って寝るかな。こんばんは。そうそうそう、結局さ携帯見ると良くないじゃん、なんかライトでどうちゃらって言うから。そう、結局寝れないんだけど、ちょっとの間でもなんか無理やりこう目つぶってさ寝なきゃ寝なきゃって思うと本当疲れちゃうから、それはやめてる。わかる、めっちゃわかる。新聞配達の方ね、めっちゃわかる。私の世代の子はみんなこんな感じだと信じてます。なかなかちゃんとした生活できるのは一部じゃない。もちろん仕事が始まったら切り替わるんですけど、絶対に。意外と寝なくても、そうそうそう、次の日めっちゃ動くわけじゃないから持つんですよね、体全然持っちゃう。本読んでると一緒に寝るから、本読めないからな。あ、でも本当に次の日早く起きなきゃいけなくて、でも眠れないって時だったら携帯は見ないかな。見ずにとりあえず部屋暗くして上向いてる。で、なんか違うこと考えてたら寝てます。多分ね、朝7時に起きなきゃいけないとか決まってたらね、めっちゃ寝るの早いと思うんですよ。あ、そうそうそう、なんか
目閉じるだけでもねいいって言いますよね。それは聞いたことある。どうもありがとうございます。うん、はじめまして。メール読んで梨食べたくなって買っちゃった流るよ。でも私も誰かが食べてたら気になっちゃうし、わかる。クリありがとうございます。髪の毛を切ってないな。前髪は切ります。いつかはお仕事始まったら切ります。始まる前には切ります。もうちょっと長いの楽しんでる。うん、4インで切りたいから。いいね、ありがとうございます。でもなんか大人になったらね、長い前髪にしたいなとか思ったりするけどね。パッツンが良かったりもしたりして思いますね。でも言うて美容院ね、この前行ったからもう一回行くの早いかなと思っちゃうけど、行かなきゃ。え、なんか虫飛んでる？部屋の中虫飛んでた。なんか見えたけど。そうですね、基本はプロフィールと同じですね。なのでまあ前髪は流せないんですけど、わかんない、なんか白いね。白い、気のせいかな気のせいかもしれない、わかんない。
こんばんは。幻、今のまあ幻かも。8時間授業。アップルパイアイス、あれセブンとか、セブンだけじゃないか、なんか見た気がする、ネットで。あ、寝ました、ありがとうございます。バターアイスって美味しいのかな。めっちゃなんか売り切れみたいな、売り切れてるみたいなとか見るかな。最近アイスはね、あれですね、ほうじ茶のパルムが好きすぎてお母さん買ってきてくれて、それを食べましたね、最近だったら。そう、バターがね苦手じゃないんだけど、苦手なんだろうね、バター香るとかは好きなんですよ、もう固形のバターって言って苦手。気になるけどな、バターって感じなのかな。あ、セブンの生チョコアイス楽しみ、あれですか、毎年出てるやつ出るんですか。あれ好きなんだよね、セブン。アイスありがとうございます。あー、なるほどね、バターアイス、芋のさつまいもの上にバターアイスみたいな、あ、焼き芋の上にバターアイスってことか。あ、それ美味しそうじゃん、アイスっぽくて冷たいのとあったかい。21日から出るみたい。あ、そうなんだ、あれは美味しいですよね、毎年多分食べてるから好きです。去年も食べました。うーん、芋けんぴをシェイクにつけて食べる。美味しい、絶対。こんばんは。
ねえ、フラペチーノも飲みたいな。今日10月ぐらいかな、飲めるの。サーティワンのピスタチオ塩キャラメルも美味しい。ピスタチオ塩キャラメル。サーティワンな、最近行ってないからな。今のお菓子めっちゃあるよね。あとなんかご飯屋さんとか行ったら芋のデザートみたいな絶対あるから、そうそうそう、ついつい食べたくなっちゃう。スタバは、スタバはね、でもこの前飲みました。飲んだ飲んだ、スタバ飲んだんだけど、このスタバの抹茶ラテを飲んだんだけどね、この前すごい美味しかったです。抹茶ラテ、プラペチーノじゃなくてラテの方です。初めて、なんか期間限定なのかな、もうすぐ終わっちゃうみたいな感じで、ずっと飲みたかったんですけど飲めなくて。カスタマイズか。もう意外と私カスタマイズあんましないんですよね。意外とじゃないか、意外とじゃない、普通にしないんですよね。なんだろうな、おすすめはわかんないけど、チョコチップとか入れたことないんですけど、美味しそうだなって思う。入れたことないんですけど、チョコチップとか入れてる人の見たら美味しそうだなって思いました。飲み物はね、ショートサイズぐらいが好きなんですよ。トールもいいんだけど、氷が溶けてきて薄くなっちゃうから、なんかとあのショートが一番美味しく飲めます。そうだから、フラペチーノもね、ショートサイズがいいんですよ。そうそうそう、そんないっぱいはいらなくて、でも新作って絶対トールしかないから、私本当に味がね薄まっちゃうのがね、もう悲しいの、悲しいんですよ。そう、味が薄まっちゃうのがめちゃめちゃ悲しいから、結構例えばテイクアウトして飲み物買ってお家に持って帰ってきたってなったら、お家で絶対氷抜くの。そう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 、お家でもう着いたらすぐに氷抜いて飲んでる、薄まっちゃうから。そうだからね、長時間飲むとき、なんだろう、勉強しながらとか作業しながらだったら、なんだろう、フラペチーノとかスムージーとか溶けてもいいやつならを飲んでるかな。勉強とかそれ作業のとき飲みたいなって思った。あ、氷ね減らすのはできるんだけど、なしが確かねできないっぽかったんだよね。そうそうそう、少なめもします。そうそう、できるところだったらする。そう、タピオカ屋さんとかだったら氷なしにできる時あるから、それをやったりもします。ほうじ茶ね、美味しかった。めっちゃアーモンドミルク、あれはね普通に飲んだかな、普通に飲んで一回すごい美味しかったけど、そう、それもね、ほうじ茶のやつめちゃめちゃ美味しかったんだけど、
結構時間かけて飲んじゃったから後々がめっちゃ薄くなっちゃって悲しかったんだよね。だからお家でゆっくり飲みたいな。まあか外で座って飲むかどっか座って飲むか。かのんちゃんのおすすめなの？スタバのホワイトモカ美味しいよね。ホットね、ホットめっちゃ甘くて美味しいです。ワッフルも美味しい。確かに1回だけ食べたことあるかな。1、2回あるか。本当ありがとうございます。おととい誕生日でした。おお、おめでとうございます。なんか久しぶりだな誕生日。今おめでとうございます。スイーツも美味しいもんね、スタバね。わかる。拍手ありがとうございます。いいな、私も早く誕生日来てほしい。うん、9月生まれということですね。じゃあ もう食べましたもんね、ケーキ食べちゃいましたよね。年齢を重ねたいというか、誕生日って嬉しいじゃないですか。めっちゃ祝ってもらえるし。そう、去年はそう、4人にね祝ってもらって、そう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 、めっちゃ嬉しかったから誕生日っていいですよね。こんばんは。10月、あ、もうすぐじゃないですか。でも12月だからな、まだ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 です。11月か。あー、スタバのね、スイートポテトバーみたいな、あれ気になってるんですよね。あともう一個ね、チョコレートみたいなやつもあって、それも美味しそうだなと思って、結局買ってない、食べてない。スタバってテンション上がりませんか？じゃあスタバ行きたいな。
私撫で方なんですよ、めっちゃ肩が。だから手下げとかこういうやつとかももうすぐこう落ちてきちゃうんですよね。撫で方って治んないから、めちゃめちゃ撫で方、普通の人だったら多分これこういう感じなのかな。私こうなんですよ、わかりますか、この撫で方さ。めっちゃ撫で方これも何、生まれた時の骨格骨格なのかな。治んないですよねこれって、もう決まってるもん。着物着るときいいよ。そうなの？着物着るときいいんですか？毎日着ようかなそう、リュックとかねダメなんだよね、本当にリュックで走るとかできないもん。もう こんなん落ちてきちゃうから。本当に中学の頃とかさ、めっちゃ荷物入れなきゃいけないじゃないですか。私の学校は置いていけなかったから、教科書置いちゃダメだったから、毎回全部持って帰らなきゃいけなくて、もうこんな本当にスルッて落ちてきちゃう。ポジティブに言ったら着物が似合う方ってことですね なんかね、結構最初の方はそうめっちゃね、ダンスの先生にね、猫背ってすごい言われてて、自分でもめちゃめちゃ自覚あったから、はぁですよねと思いながらも、結構何回もね、そう猫背だよってすごい、あれすごい猫背だよって言われてたから、そう、その時はね、そう書いてたの、あの劇場公演のペットボトル猫背、そしたら気をつけるか。でね、最近は猫背少なくなってきたと思うんだよね、わかんないけど、自分でさあんまり見れないから猫背が、なんかね、普段の姿勢はあんま治ってないんですよ多分。普段は結構猫背になっちゃうこととか多いんですけど、ダンスするってなったらね、猫背になってないと思われる、少しは。前よりかはね、確実に治ったかって言ったら多分それは違うと思うんですけど、確実に前よりかは猫背が治っているはずなので、はい、最近は書いてないです。でも歩くときに姿勢は本当に気をつけてます。まあそういうね、ちりつもかなって思いますね。本当ですか、姿勢良かったよって。いや、皆さんはちょっとあれかもしれない、優しいから優しいからね。でも気をつけないとすぐ猫背になっちゃうし、日頃からね、日頃の猫背も直したいのって思うんです。こんばんは。この調子で直していきます。本当にね、本当昔から猫背なんですよね。で、矯正のやつを買ったんですよ、ネットで。猫背矯正。もうそれなくしちゃって、どっか行っちゃって。見当たらないんですよね。つけたいんですけど、こう、ここになんかベルトみたいな、こうキュッて。背中がこう開くみたいなやつを買ったんですけど、どうしても家にいるとね、誰も見られないからついこうなっちゃいがちだよね。気をつけなきゃ。
そうあるんだけどね、ちょもう一回買わなきゃな。結構それでね中学の頃やってて、それで結構ね自分の中で治ったなっていう記憶があるんだよね。そう中学の時からねずっと猫背悩んで生きてたんで。見えない意外な場所から、そうなんだよね。絶対に捨ててはないから、大きいし、そうそうそう捨ててはないから絶対にどっかにはあるんですけど、どこなんだろう、見や、なんだろう、こうありそうな場所は探したんですけど結局まだ見つかってない。私しか使う人いないから。どこ行ったんだろう本当に。たまに神隠し起こるんですよね私の家。私が中2の頃にめっちゃ大、まあ、まあまあ大事ななんか高校のためのなんかテキストみたいな紙があって冊子になってるやつがあったんですけど、それをなくさないでねって言われてて学校で。で、まあ、あんまなくし物しそんなしないし、忘れ物もあんまりする人じゃないので別に何とも思ってなかったんですけど、それがいるみたいな、明日いる、違う、あ、夏休み明けてからいるって言われて、まあ、普通にああそうなんだって思いながら、でもまあ一応夏休み前に探しとこうと思って探したらないんですよね。どこにも、もうどこにもなくて、もう本当に今でもめっちゃ覚えてるんですけど、めちゃめちゃ探して、でもないと怒られるんです。 100% 怒られるの。そう、どんな理由であっても、もう怒られるって分かってて、でそこから夏休み入って、もう夏休み中もうそのことがずっと頭にあって、あ、この夏休み明けて私怒られるみたいな見当たらないし怒られちゃうと思って、もう覚えたくないじゃないですか。で夏休み中も探したんですけど結局見当たらなくて、でもうそれの神がいる日になってされました。本当にもうクラスの前でみんなの前で言わなきゃいけなかったんですよ。言わなきゃいけないっていうか、忘れた人みたいな、僕手あげるじゃないですか。もう恥ずかしくて恥ずかしくて、そう、しかもね忘れた人がね私以外にもいたんですけど、まあ私はあんまり忘れなさそうなイメージを持たれていたみたいで、えみたいな、忘れたのみたいな。私の周り、なんて言うんだろう、いつも忘れる方々と一緒だったからそう、本当に恥ずかしくて、今でもずっと覚えてます。コピーもダメだったの、もうね色カラーがついててプリント1枚じゃないんですよ。そう、こう冊子になってたからもう一個作るなんてこともできないし、ピエンですよね。本当に悲しくて、初めて先生に
アンポンタンって言われました、その日。そう、初めて言われた、そんなこと、先生から。で結局もうそれももう一生見つかってなくて、その後に出てくることもないし、そう、初めて言われましたよ、そのアンポン。もう今でも鮮明に覚えてるもん、言われた瞬間とか感情とか。それぐらい悲しかった。言われたことが悲しいんじゃなくて、忘れたことが悲しかったんです。言われたことは別にいいんですけど、っていうことがありました。そう、たまにやっちゃうの。なんかたまに急になくし物しちゃうから、もう怖いですね。うん、本当に怖くてね、それが恐怖で、それからもうなんかプリントが捨てられないんですよ。捨てれなくなっちゃって、うん、中学が終わらないと、で高校も高校が終わらないと捨てられないんで、怖くて。それが一番の思い出。いや、一番の思い出というか、めっちゃ記憶に残ってる出来事ですね。さすがに今は溜まってないんですけど、高校まではめっちゃ溜まっちゃってて、うん、怖くて。どこに行ったんでしょうか、私の冊子は。あ、立ち位置表は結構もう終わったやつはちゃんと処分はしてます。違えて捨てちゃったのかな、本当に謎なんですよ。ああ、フリーの動画、写真とかはね、あんまり消せないタイプですね。残しちゃう。まだ整理全然してない最近。だからもうめっちゃ溜まってる。数年後の引っ越しの時にひょっこり出てきた。もう出てこなくていいけどね。出てこなくてもいいけど。いや、めっちゃ探したの。そう、めっちゃ探した。お母さんにも聞いてめっちゃ探した。忘れた声出てくると思う。でも5年経つんですよね、その日から。5年、うん、5年前の夏だから5年経ちます。もうないでしょ、こんな5年経って出てこないならもうないっしょ。
あ、お仕事お疲れ様です。いや、初めから、いや、全員に1個は配られてる絶対。私もさすがにね、あんま覚えてないけどさ。あとちょっとしたら終わりますね。こんばんは。あとこの前もね、何かなくした、なくしたというか、だったかな、昔ね、タイムカプセル埋めてたんですよ。懐かしい。庭とかに埋めてた。あれって出したのか、埋めたままなのか覚えてないんですよね。でもなんか見たくなってね、見ちゃった気がします。そういうの好きでした、タイムカプセルみたいな。あれ、友達と埋めました、仲のいい。その時はね、何年後の自分に書いたんだろう。小6とかだった気がする。小3ぐらいの時に小6の自分に書いた気がします。でもね、覚えてない。掘り出したのかそのままなのかもね、覚えてない。そう、どこに見えたかもよく覚えてないです。本当ありがとうございます。そういうのね、今になったら何書いてたんだろうって見たいけど見れないですね。何入れたの？多分なんか自分に手紙みたいなの書いてた気がする。なんか私も学校で書いた気がするな。何年後かの自分、二十歳の自分かな。で、成人式で配るみたいな、あれなかったかな。今から書こうかな、10年後の自分みたいな。こんばんは。9年後、28、何をしてるんでしょうかね。当時の将来の夢はね、ファッションデザイナーって書いてました。小6かなの時は書いてましたね。完全にドラマの影響って書いてました。やっぱそういうもんなのかな。私はなんか二十歳の自分に何か書いてる気がするもん。あと2年経てば見れるかな。でも10年前8歳って思ったら、10年ってめっちゃ長くない？8歳でしょ。何年生なんだろう。2年生とかですかね。2、3年ぐらいか。
って思ったら3年生からここまで来るのってめっちゃ長いなって思います。あっという間じゃないかも。結構めっちゃ長くない？長くないかな。小学生だから長かったのかな。学校があったりするから。大人の10年は早いか。つか子供の10年ってなんか濃そうだもんな。ね。わあ、ちょっと先輩からのアドバイス。皆さんの方が先輩だから、人生。皆さんが言うなら本当ですね。10年早いかもしれない。今を楽しみたいと思います。なんか最後に深い話みたいになっちゃった。締め方、なんかいつも締め方というか終わり方がねむずい。トータンありがとうございます。よし、じゃあそろそろ終わろうかな。今は起きますっていう結論です。次ね、いつやるか分かんないけど、またお知らせするので、また見に来てください。あ、ありがとう、ありがとうございます。じゃあランキング読みます。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。10位、え、間違えた、ごめんなさい、間違えました。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた皆さん見に来てください。今日もありがとうございました。じゃあ皆さんおやすみなさい。あ、お疲れ、ありがとうございます。またね、おやすみなさい。おやすみメール待っててください。バイバイ。おやすみ。